テテレテ、優しくて明るい面白い男の子、ヒロキでーす。テテテレテ、ゲー。ハロー、ヒロー。はい、どうもこんばんは、YouTuber、ヒロキでーす。はい、今回は、また意味不明な、ものを買ってまいりました。こちら頭のストレッチ、知恵の罠、知恵の罠。これは、まあ、ダイソーに売ってあったんですけど、まあ僕最近脳を活性化するために、まあ、最近やってなくて、たまには脳をなんか、もうちょっとなんか、もう脳を高めようっていう、なんか、まあ、東大クイズ番組を最近見てるんですけど、やっぱり頭をね、まあ、最近ストレッチしてなくて、まあ、たまには頭をストレッチしてみるのもいいかなと思って、ダイソーに行ったんですけど、こんなもんが売ってありました。知恵の罠。パズルで頭をストレッチ。すごいちっちゃいですね。まあ、ダイソーで売ってたんで、ちょっと値段が300円ぐらいするのかな。まあ、上級があるんですよ。他にもね、いろんなね、頭をストレッチする、まあ、アイテムが、まあ、たくさん、山ほどあったんですけど、今回は上級のね、まあ、ちょっとちょいむずいの、やつをね、やっていくんですけど、見た感じ意味不明だろ。見た感じ意味不明だろ。しかも、なんか、説明が書いてないっていうね。適当すぎかい。じゃあ、開けてみたいと思います。頭をね、ストレッチするんで、ちょっと、もしかしたら、俺、頭をストレッチって今までやったことなくて、なるんですけど、まあ、中はこんな感じですね。至ってシンプルです。で、これがまあ、ヒントのね、まあ、ヒント用なんですけど、ヒントは一切見ないようにしよう。ヒント見たら、何のために俺がこれを作っとんのか、一切わからんけね。それ、頭のストレッチ意味ないよ。意味ないやんって思う。こんな感じです。鉄ですね。鉄。要は鉄ですね。ピンですね。うわ、こんな感じか。もう出来上がっとるやんけ。これは難しいよ。これはちょっとね、難しい。脳をね、使うけね、脳を意識した、ストレッチなので、なんか、少しのストレッチなので、結構上級って書いてあったから、難しいな、これ。何をするんだ、これ。これを何をする、これ。これ何をする、もうこれ出来上がっとるやんけ。バラバラじゃないの、これ。全部くっついとるやんけ。一個一個から全部くっついてるやんけ。ちょ、待って。リングが外れるとクリア。そういうゲーム。リングを外れると、これ、元からリング外れてないの？これ。リングを外せばクリアなんじゃ。これ、なんかタイムを競うんかな？これ、リングが外れるとクリア。めっちゃ簡単じゃん。でも、リングどうやって外す？これ。これどうやって外す？これ。これ、どうやって外す？これ。リングを外すっていうにしても。ね、で、外せねえんじゃん、リング。だってリング外すとクリア。ちょっと、やってみようか。やってみようか。やってみないと、始まらないから。やってみるだけやってみよう。意味不明なやつでも、一応やってみよう。後でわかるかもしれん。ちょっとね、簡単に外すの無理じゃけ。タイマー使います。どんだけ俺が、これを何分で外せるのか。みんな、見とけよ。Ready? Go! よし。外す。どうやって外すこれ。これリング。これリング外すとクリアなんじゃん。硬っ！なかなか簡単に外れん。そうはうまくいかんかった。騙された。いや、やば、これ硬い、これ。硬い。これなんか、どうやって外すねん、これなんか。これだったらどうやって外すねん。
で、どうすんのこれ。え、硬いこれ。これなんかどうやって外すんねこれ。外せねんじゃん、こんなん。うまいことやっとるな、これ。どうやって外すんねこれ。だって、リング外れるとクリアなんじゃろ。クリアできんじゃん、これ。木工ボンドでつけとる。やば、硬い。硬い、硬い、これ。金属だけ硬いよ。硬い。俺舐めとったかもしれん。俺舐めとったかもしれん。買うときに俺舐めとった。やばい。やばい。くそい。手が痛い。手が痛い。無理だろ、こんなん。え？無理だろ。ちょ待って。あ、怖かった、分かった。ああ、外せた、外せた。ああ、やっと、一個外れた、一個外れた。次はどうすんねん。え、次どうすんのこれ。あ、これ意外といけるかもしれん。意外と簡単だわ、これ。あのね、あれを、頭をね、つかまんと。やで、ああ、もう外れた。いやー、外れた。外れた。リングが外れた。次は、このわけわからんやつを外そう。こんなん無理だろう。こんなんちっちゃくて、こんなんちっちゃくて無理だろう。どうやって外すんねん、これ。かかってるやんかい。あれ3分もかかったで、3分16、22分かかった。いやーすごいね。2つ取れたよ。2つ取れただけでよかった。全部は取れんかったんだけど、2つ取れた。うわ、はい、今回はパズルで頭をストレッチ、上級の知恵の罠。やっぱり知恵を使わないと、脳を使わないと、これ無理だわ。これ、最初わからんかったけど、なんとなく分かって2つ取れた。で、タイムを競ったんですよね、タイムを。で、タイムを競ったところ、こんな感じで、まあ、ちょっと時間かかったんですけど、まあこんな感じで。他にもね、いろんなね、シリーズがあったんですけど、やっぱり、これ意外とわからん。初めではわからんよ、これ。初心者だったらわからん。もしかしてこれ全部取れるのかな、これ。だって、これ、どう考えても取れんだろ、これ。どれで取るの、これ。針取る。針やってみよう。硬っ！鉄だから硬いんだって。ああ、もう硬い、硬い、もう。二つ取れたけ、よしにしよう。はい、今回は、知恵の罠、パズルで頭をストレッチ。パズルで頭をストレッチ。イエーイ。なかなか、脳を、ストレッチ。なかなか、すごい、いいです。ぜひ、皆さんもやってみてください。